流泉堂入道口流泉堂内部流泉堂、地底古流泉堂流泉堂の一流泉堂は、日本の岩手県下平郡岩泉町にある、小乳堂。岩泉憂靴とも言う。総延長約1200メートル。高低差約249メートルは、日本の洞窟中、第5位。周報堂、龍河堂とともに、日本三大小乳堂の一つに数えられる。 また、地底湖は、流線道地底湖の水として1985年、名水百戦の一つに選定された。実際の全長は2 5トル以上とも5トル以上とも、言われているが、1968年に、洞窟探検家が潜水で事故を起こして、以来、調査されていないので、あくまでも、予測数値である。水深9 8ルの、 第3地底湖、120メートル以上ある第4地底湖等、全部で7つの地底湖を持っていることで知られている。観光整備工事中の1967年に、流線道入道口の向かい側に新たに洞窟が発見され、流線振動と命名された。また、その道内から土器、石器などが多数発見された。トレーサー調査によれば、流線振動は、 流線道の下流部分に当たるとされるが、実際に水チューブを潜り調査したことはない。流線道の水が再度地下に潜り込み、本堂前の清水川の下を第二の川のように流れ、流線振動の泉で湧いていることが分かっている。流線道の潜流地点から流線振動の泉までおおよそ5分ほどで到達していると言われる。洞窟内には菊頭小森、 コキクガシラコウモリ、モモジロコウモリ、ウサギコウモリ、および、テングコウモリという、ココウモリ類五種の生息が確認されており、これらのコウモリ類は、1938年12月14日、洞窟とともに、岩泉憂靴よびコウモリ名義で、国の天然記念物に指定された。流泉道の水は、世界でも、有数の透明度を誇っていることで有名であるが、これは、 地下深くに潜り込んだ沢の水が地底湖で流出するためである。良質の腐食度によってろ過され、また地中の石灰質を多く溶かし込んでいるので味がしっかりとしたものとなっている。近くには日本道穴学研究所がある。最近では同じ岩泉町内の悪化道が日本で最長の洞窟であるとされ、流泉道はそれほど注目されていないが、 その美しさゆえにデートスポットとして、関東や近隣の都市から自動車で多くの男女がやってくる。2014年1月1日には NPO 法人地域活性化支援センターによって恋人の聖地に認定されている。道具地域、岩手県下平郡岩泉町岩泉屋座新生一番地、一。ありがとうございます。